オープン。じゃーん。うん、結構明るくなったね、ほんまに。はい、お疲れ様です。本舗ひろろチャンネルです。まあ、本日はね、何をするかというと、まあ、私の20アルファード、まあ2列目3列目のこの電気を連動化ということで、まあ20アルファードの方はね、まあ戸を開けてもらいますとこんな感じで、まあライトが2列目つくんですけど、3列目はつきません。まあ20アルファードは全てこういう状態になっているんですけど、まあこちらの方をまあ本日は連動化して、戸を開けた時、ドアを開けた時に3列目もつくようにしたいと思います。まあ30とかになると、もう元々純正から連動でつくようになっているので、まあこれつかないと夜3列目とか結構暗いので、はい、本日はこちらの方を連動化していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、てなわけでちょっとね、今から作業の方を始めていきたいと思いますんで、まあよろしければ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは始めます。どうぞ。はい。はい。でね、本日作業に必要な工具の方をちょっとね、ご紹介したいと思います。熱い車の中でやると。ね。で、じゃあね、まず本日、まあ、この連動化に必要な道具ということで、はい。まずは、これ2列目と3列目の方を、線1本で繋いでやらないといけないんで、まあ、オートバックスで購入してきました。エーモンさんの配線コード。はい、こちらの方と、あとはね、線を繋ぐエレクトロタップ。こちら。うん、こちらはね、コーナーさんで前買ったのが残ってたんで、こちらを使用したいと思います。あとね、この、電気、照明のところを外す、内張り剥がし。いるのはこれぐらいかな？あと、マイナスドライバーと、うん。あと、線を通すのになんか、針金かハンガーかなんかあった方がいいのかな？あとは、カッターナイフ、それだけあれば、はい、作業ができます。ということで、まずね、この、こちらの、はい、2列目の方から、こちらのね、このカバーをまずは、剥がしていきたいと思います。これを外すんが、結構大変だと。はい。ね、ちょっと聞きましたんで、まあ外していきたいと思います。で、内張り剥がし、ちょっとね、折れちゃったんですけど、をこの下側の方に突っ込んでやって、こう手前に引っ張ってやる。ぐーっと。たらこういう風に浮いてくるらしい、浮いてきます。これちょっとさっき一回ね、できるかってちょっとやってみたんで、今軽くできますけど、こうやって外すと、ここにこの、金具があるのにわかります、うん、ここに金具。この金具を剥がし、外してやらないといけないみたいなんですが、これがかなり大変みたいです。とりあえずね、ちょっと剥がしていってみたいと思います。で、カメラの設置する場所がない。ちょっと一回やっていきます。はい。で、こうやって引っ張っていってやると、この金具があるんです。これを、外してやらないといけないので、これがこの横側のこういう、このフックで止まっているので、はい、こちらの方を取っていってやります、まずは。で、この辺にマイナスドライバーを突っ込んで、ぐにゅっと引っ掛けると取れそうなので、やってみます。取れるかな？マイナスドライバー、一応ね、工具は全部持ってきたんですけど、マイナスが、使いたい時にない。で、こうやってやると剥がれましたけどね、ここがちょっと折れちゃったかな、やっぱ。まあここは折れても支障がないとかでね、ちょっと聞いたことあるんで、とりあえずこういう風にね、こちらとこの後ろ側と外していきます。はい、剥がすとこういった状態になります。まあこうやってね、ちょっと金具が曲がっても
あそこに、うん、戻るんで大丈夫です。でこちらの方のこの奥から手前から3番目かな、うん、この3番目と後ろ側のこの3番目の線をつないだら、はい、電気が連動化するということなんで、続いて、はい、この後ろ側を外していきたいと思います。まあ意外と、うん、コツが分かればすぐ外れますということで、はい、こちらの方剥がしていきます。はい、はい、3列目も剥がれました。意外とね、コツをつかめばすぐ外れる、うん、でこちらの配線ね、うん、こちらとこちらを配線でつなぐだけです。でどうしてもね、ここはちょっと割れちゃいますけど、これはもうしょうがないかなって思います、うん、まあしょうがないっしょ。なんで次はここに、はい、線を通していきます。このハンガーの方を使います。ハンガーを今も伸ばした状態なんですけど、こちらを、はい、ここからね刺してこちらに線が出るように、はい、やっていきたいと思います。まあ、ハンガーあると結構便利、こういった時何でも使えるので、はい、ここから線をこういう風に通して、はい、ここから出てくるようにします。ここに通したかったんけど、こっち側に出てきた、この上側に。まあいいか、まあこういう風にね、前と後ろと線の方を、はい、一本通してやります。はい、そしてここをあの配線をつないでいってやります。で配線つなぐ場所はこれ、照明の方を左側として、の2列目も3列目も一緒なんですけど、これを左側として、左から2番目のちょっとこうして、左から2番目のこの線にエレクトロタップでつないでやります。それじゃあつないでみます。はい、はい、ちょっと暗いですけど、こういう風に左から2番目の線につないで、でこれね、引き込んできた線をつないで、エレクトロタップでつないでやってやります。こういう感じで前側と後ろ側両方やります。はい、こんな感じで取り付けてみました。こちらもね、手前側、奥と手前と2本、うん、2つ線があるんで、手前側の左から2番目、うん、にエレクトロタップで配線をつなげました。で3列目も左から2番目の線にエレクトロタップでつないでみました。それではね、これで、まあ、取り付ける前に1回点灯してみたいと思います。取り付ける前ですと、電気をつけスライドドアを開けると、2列目は光って3列目は光らない、うん、まあこれが普通なんですけど、こういう風にね、今のようにこう配線を取り付けると、はい、開けてみます。2列目がついて、なんとこうやって3列目も光るようになります、うん、これで連動化させてこういう風に光らせます。でね、まあ、取り付け終わると、もうあとはまず金具の方、こういう風にちゃんとね、本体を戻してもらってから、はい、こちらの方をはめていきます。はい、こんな感じにね、もう簡単にね入るんで戻すことができます。2列目と、はい、3列目、はい、でね、戻せたらもう一度ね、点灯確認してみます。じゃあつけてみます。はい、2列目がついて、3列目いい感じじゃないですか。両方ついて、これで3列目もね、明るくなったと思います。まあこんな感じで今から2列目もやっていきたいと思います。意外と簡単。はい、それではやっていきます。はい、はい、同様に助手席側も外れました。こちらの方はね、線が3本になっているので、手前の3、奥と手前があるので、手前の方の真ん中の線に、はい、2列目と
3列目ともに取り付けていきたいと思います。はい、じゃあ取り付けていきます。意外とね、1個取れてみると簡単に取れる。でもこの爪がね、折れてもまあしょうがない。まあ折れてもこれつけた時別に支障がないんで、はい、まあ折れたくない人はね、ゆっくりと、はい、やってもらう方がいいと思いますが、はい、じゃあ配線取り付けていきます。はいはい、助手席側も外れました。助手席側はこの手前側の線で3本線になってるので、こちらの真ん中の線、2列目も3列目もこの真ん中の線にエレクトロタップで取り付けてやります。まあ、それだけです。でね、30がちょっとね、連動化してるってはさっき言ったんですけど、まあそれが実際どうなのかっていうのがちょっとな、本当なのかわからないので、ちょっと今度知り合いの車でちょっとどうなのかっていうのをちょっとね、また見てみたいと思いますが、とりあえず、はい、取り付けていきます。でね、この真ん中の方ね、の線に取り付けるんですけど、まあこの方ようにつながっているので、配線を切らないようにカッターでね、ここをちょっとね、切ってやります。助手席側の3列目の方はつけたんですけど、まあ続いて2列目の、はい、助手席側の方をつけたいんですけど、こちらの方はね、線がちょっと短いので、まあ配線を傷つけないようにこういう風にね、ちょっとカッターで切り込みを入れてやります。結構で、ほんまに短いのでやりにくいかなと思いますけど、気合でいきます。はいはい、つけれました。なのでこちら2列目と3列目助手席側ね、こんな感じで、でちょっと本当にここ狭いんで結構大変ですけど、じゃあ一回ねそこか確認してみたいと思います。じゃあオープン。3列目つかない、いうことは、はい、じゃあね、つなげれてたんで確認したいと思います。助手席側の方も2列目3列目連動か。はい、行きます。1,2,3スタート。じゃーん。で、2列目はまあつくんですけど、3列目じゃーん、つきました。やった、できた。まあ結構暗くなったけどね、外は。まあでもこういう風に光ります。ということで、はい、あとは戻していくだけです。まあ先ほど言いましたけどね、こう金具まっすぐにしてもらって、先にこの金具の方をつけてからこれをはめていきます。じゃあとはしまうだけです。はいはい、ということで作業の方終わりました。ということでね、ちょっと一回、はい、前から見ていただきたいと思います。はい、それじゃあこちら後ろね、席です。でオープンします。オープン。まあ本当はね、この2列目しか電気つかなかったんですけど、はい、配線つなぎ終わるとオープン。はい、こういった感じで2列目3列目とも、はい、光るようになりました。うん、作業時間はまあ30分から1時間以内。うん、まあ慣れると多分すぐできると思います。慣れると。でもね、私の場合はね、1時間弱、うん、ちょっとかかってしまいました。まあね、でもね、できたんで、はい、無事できたんでよかったと思います。こんな感じです。で、やってみて、私的には大変やった、ちょっと苦労したなっていうところは、あの金具外すところ、まああのこのエアコンのランプのとこ、吹き出し口を外して金具を外すところ、あれがうまいこと外れなかった。まあちょっと動画ちょっと見させていただいたんですけど、まああのチョコが、まあ、折れても構わないという、まあ、支障はないということなんで、思いっきり引っ張ると、まあ、ピキッて折れたんですけど、折れるとすぐ金具もペキッて剥がれたんで、まあよしとしましょう。あともう一個困ったとか、ちょっと時間かかったのが、配線通すとき、あのちょうどエアコンの管通す、エアコンの吹き出し口と、なんか管通
通すところがあるんですけど、あるんですけど、まあ針金でやってたんですけど、ハンガーか。うん、まっすぐ行かないんで、なかなかね、それに時間がかかってしまいました。なかなかちょっと通りにくかったんで、うん。まあコツさえつかめばすぐできると思うんですけど、うん、私はその2点かな、ちょっと時間かかったのは。あとは、まあ意外と簡単にできたので、はい。よかったと思います。ということで、本日は私の20アルファード2列目、3列目のルームランプ連動化ということで、はい。無事できました。イエーイ。うん。これで、まあ3列目もね、明るくなると思います。どうしても夜ね、2列目はライプつくんですけど、3列目つかないと、3列目乗る方とか、たまにいらっしゃるじゃないですか、乗るときとか。そういうとき暗いなと思ってたんで、はい。ベリーグッティングです。ということで、はい、本日はこの辺で終わりたいと思います。ということで、はい。本日も本舗ひろろチャンネルでした。では、終わります。ポチッとな。はい、またまた本舗ひろろでーす。はい、夕方になって暗くなってきたので、まあ、夜どんな感じに光るか、ちょっとね、映してみたいと思います。では、行きます。オープン。うん、結構明るくなったね、ほんまに。前は、3列目が光ってなかったので、2列目だけでしたんで、奥側がね、暗かったんですけど、はい、こんな感じで光るようになりました。じゃあもう一度行ってみます。いい感じ。はい、こんな感じに光ります。まあ同じようにね、3列目も光らしたいという方いらっしゃるかもしれませんからね、まあもしよろしければ参考にしてもらえればと思います。ということで、はい、本舗ひろろでした。バイバイ。ポチッとな。この動画がいいと思った方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ポチッとな。